第三説病気の原因は基地の乱れであり基地の乱れを治す方法が正当的治療法である東洋医学では基地は一体のものです気とは目に見えない根本的な生命エネルギーで血は気が物質化したものです気のあるところに血が発生し気の乱れは血の濁りの原因となり逆に血の濁りは気の乱れの原因になります まず血液から言えば血の濁りは血の質の低下と血の流れの低下に分けられます血の質を決めるものは何でしょうか簡単なことでそれは呼吸で鼻から入る空気と食事として口から入る食物です呼吸の方法と食事の内容が血の質を決めるのですこのことが理解できれば血の質を良くするには 呼吸とと食事の改善しかかないことがわかります。イライラして不健康な浅い呼吸をしていたりインスタントラーメンのような生命力のない食事ばかりしていては血の質は良くなりませんでは血の流れの低下別の言葉で言えば血液循環の低下の原因は何でしょうか水でも血液でもそこに動きがあってこそよどまずに流れます きれいな水でも停滞して、よどめばやがて腐敗して、ボウフラが湧いてきます。簡単なことで、人間の場合、血の循環を良くするものは、自分の筋肉の運動と、外からの皮膚の刺激です。このことが理解できれば、血液の循環を良くするには、適度な筋肉運動と、適度な皮膚へ刺激が必要なことがわかります。1日中、 テレビやコンピューターの画面に、どう、重要な姿勢でしがみついていたり、風呂へ入らず、皮膚を不潔にしていれば、血の流れは良くなりません。では、気という目に見えない生命エネルギーはどのように働いているのでしょうか。東洋医学では、気の流れるところ、血も流れ、気の滞るところ、血も滞ると説いています。気は、 経絡という全身に張り、順ゅら,らされたルートに沿って流れており、体の隅々まで送られています。経絡は、経脈と絡ま脈からなり、経脈とは幹線であり、十二の正脈と八つの気脈からなっており、絡ま脈とは視線であり、十五の主要な絡ま脈がへ脈をつないでいるとされています。この経絡は、西洋医学の神経とは少し違います。 経絡上の特定の反応点経絡が外界に通じる門戸が経血で一般にツボと呼ばれていますある臓器に異常が生じるとその臓器の経絡上のツボに変化が現れます逆にツボを利用して臓器に刺激を与え治療することもできこれが針や球内視指圧が有効である理由ですこのような理論は 規定な異形の中で述べられており、治療体系もアリキ医学として確立して現代に伝えられています。気の乱れはどうして生じるのでしょうか。それは、精神の乱れすなわち、心の乱れが原因です。東洋医学の古典である規定な異形では、怒り、恐れ、喜び、過度な場合、驚き、悲しみ、思い、考えすぎ、憂い、 の7つのつ精神的スストレスを上げています西洋医学でもセリエという学者がストレス学説を唱え精神的ストレスが自律神経やホルモン分泌のバランスを崩しこれが生体の恒常性の失調と免疫力の低下を招き病気の原因を作るという学説を提唱していますこのような多くの精神的ストレスによる精神の乱れすなわち 心の乱れが病気の原因となりますガンも例外ではありません心の乱れを正すことが気の乱れを正すことになり引いては血の乱れを正すことになりますガンの治療においても心の乱れを治す精神療法が必要になります